スペインに本拠を置く NGO セーフガード・ディフェンダーズは9月中旬に報告書を発表し中共が世界21カ国に少なくとも54か所の海外警察署を設置していることを明らかにし各国に懸念が広がっていますアメリカやヨーロッパの複数の国が調査を開始しオランダは中国共産党に警察署の閉鎖を要求していますイタリア警察も中共の海外警察署の捜査に乗り出しました イタリアのマラ・ビゾット上院議員は、福州市公安局がプラトに設置した警察署が、文化協会の名目で情報活動を行い、イタリアの主権を損ねた疑いがあると問題提起しました。ビゾット議員はイタリア政府に調査するよう促し、中共大使館に説明を求めています。また、EU に対し、EU およびイタリアにおける自由と安全を守るために共同行動を取るよう呼びかけました。 エリカ・マゼッティ下院議員も内務大臣に手紙を出し、ローマ、ミラノ、フィレンツェ、プラトにある中共の海外警察署について情報を提供するよう求めました。NTD ジャパンがお伝えしました。